始まりました。ウリットチャンネル。ハロー。サスケです。アゴキング。個室です。パセラというお店に来ているんです。こちらのパセラさんですね。ハニーソースガンガンに押してるお店なんです。あ、見てください。お狙いランキングとかで特集をされてたりとかして、種類もいっぱいあるんです。ハニートーストって言ったら普通ほら切ってあってそうじゃなくて、うん、このハニートーストはビーカー、それがハニートーストじゃなくてんハニトーストハニトーストより私たちが頼むのはもっちりいちごミルキートースト、こちらですね税込みで880円になっております。くわ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 ザン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 ズコケズコケズコケすごくないこれ丸ごと一軒だよね。では中がくりぬいてあってそこにいろいろ乗ってるんだよ、おっきなパンの上に島が乗ってる切り目入ってるのほら、あ、本当だ食べやすいようになってるのかな、そうだよね中が気になるね、すごい生クリームでしょ、うん、でこれいちご乗ってて、うん、これいちごのソース、うん、で真ん中の雪見大福アイスだと思うんだけどね、ストロベリーソースがかかってるって感じ、ソースあったかいのかな、アイスが溶け始めてきてる、取ってる場合じゃない食べなきゃ、見てんよこれでさあ、高すぎな遠近を抜きで顔と同じ大きさじゃない、ほら3人組みたいパンの匂いがすごい、ほんと幸せ、抱きつきたい、いや抱きついてるよ、切っていきたいと思います、どうなってるか、あ、鼻入っちゃう、底なしのもみたいな、どん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 、あ、もうパンだ普通に、ほんとだ、ぎっしりパンが入ってる感じなんだ、真ん中のとこだけ切り抜いてるんだ、で、そこにアイスを差し込んでると、いや、本当に気に入りしてる、え、わ、うまそう、ね、やっぱ雪みたい、餅みたいな、しかも中にイチゴみたいなのってる、外服の生地とアイスの間にストロベリードライフルーツじゃないけど、え、素晴らしいんだけど、すごいすごいすごいアイスの新キラー、このアイスをもっと上にこうかけるわけ、いい、一口いきます、一口でいきたいじゃん、ほんといける、幸せってこんなすぐそばにあったんだってなって、パンがあったかいの、パンできるようになってる、食べやすいようになってる、切りやすい、こうやってこうやってほら、どこには生クリーム乗ってんだろうね、そうだよ、これも出るんだよ、二口でこんなに食べたんだよ、もう何横切り、ああ。この雪見大福っぽくしてるのは、うん、完全に溶けちゃわないんだ、考えてるよ、雪見大福なのかどうか、膜の味、膜の内みたいに言わない、何ちょっと、ああ、綺麗、そっちからいける、ねえ、あの、あー、うまそう、ワクワクする、うん、そうだ、これかけないか、かけないよ、食べないといけないから、これがここに食べるってどういう状態、うわ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 、こんな食べれるかな、でかいよね、でかいよね、入る、入らないじゃん、うまそう、パンがすごいしなしなって柔らかくてうまい、アイスが染み込んでんのかね、もうど真ん中のやつ、これブロックの中の真ん中ってことは牛でいうサーロイン、サーロイン、そう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 、サーロインっていうの、そう、マグロで言ったら大人の部分ですよ、わかりやすいよ、うん、通常一人で食うってやつじゃないし、シェアすんじゃん、でもシェアなんかめっちゃ溜まるもんですか、パン半分ぐらい残ってるのにアイスないからね、もう一個アイスくんねえかな、ハニトーという名の宝箱、だいぶ減ってきましたよ、ほら今日のニットとこれが合ってる、自動じゃないか、こんだけ立ってるよ、立ってんの灯台みたいじゃない、まるで江ノ島のような、確かにわかる、ちょっと絶妙なバランス、もうダメ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 、危ない、セーフセーフ、いや遊ぶな、ほんとね、この子はね、私がいなきゃダメなんですよ、倒れちゃう、育児なしだから、私はお手話すよ、もう終わっちゃう、もう終わっちゃう、今ついてる、もうアウト、どうするのそれほら、もうさ、ああ、しかもずら取れちゃった、さすがにお腹かれてきた、
一緒に綺麗にすくって最後落とすって何さあもうラストうわ全部取ったよ幸せそうだなということで、うん、長谷田さんのハニートを一気に丸々使ったねデザートここにあったものが、うん、この中に今入ってるわけじゃないですか今から出しますねやめろとても美味しかったです、うん、皆さんもよかったら行ってハニートを食べてみてくださいはい Twitter、Instagram もやってますのでそちらフォローお願いしますチャンネル登録をした方がいいと思いますしてくださいこの後もう一気に食べますえっむちゃ言ってる、うん巨大ピクニックドイツ界カワーバーガーに行ってこれ全部ラーメンですパンも入れて2回してどうでしたいやここにあったものがここついてるついてる